最近、ロサンゼルス・エンゼルスは、ゼネラルマネージャー、GM のペリー・ミナシアンとの契約を、2026年シーズンまで延長することを発表しました。2020年11月に、エンゼルスの GM に就任した、ミナシアンは、当初4年契約を結び、今年が、その契約の最終年となっていました。しかし、オーナーのアルテモレノは、ミナシアンのこれまでの業績、特に、若手選手の育成において評価し、契約を延長することを決定しました。 モレノ氏によると、ミナシアンの指導のもとで、チームは明るい未来に向けた基礎を築き始めたとのことです。モレノ氏は、ペリーが若くて有望な才能を持つ選手をチームに取り入れ、選手育成プロセスを刷新した方法に、非常に感銘を受けていますと強調しました。今回の契約延長により、彼はエンゼルスを再び頂点に戻し、ファンに勝利をもたらすというビジョンを引き続き、実現してくれると信じています。 テリー・ミナシアンは、ローガン・オハピー、ザック・ネとノーラン・シャヌエルなどの若手選手の育成において、基礎を築いたことで評価されています。彼らは、今シーズン、印象的なデビューを果たしました。この発展により、オーナーのアルテモレノ氏は、ミナシアンのチーム再建における役割を高く評価しました。テリー・ミナシアンは、2020年の終わりから、チームの GM を務めています。しかし、2021年以降、チームは3シーズン連続でプレイオフの機会を逃し、 頻繁に敗北を喫しています。今シーズン、大谷がドジャースに移籍した後、エンゼルスも73敗を喫し、最下位のアスレチックスと並んで、厳しいシーズンを過ごしています。特に、マイク・トラウトは、4月に左膝の手術を受け、今シーズン中に復帰する可能性は、非常に低いです。また、2020年から7年間で、2億4500万ドルの大型契約を結んだ、アンソニー・レンドンも、頻繁に怪我をしており、期待に応えることができません。 今シーズン、彼は44試合に出場しただけで、本塁打はなく、8打点、打率は0.227にとどまっています。10シーズン連続で、プレイオフを逃す可能性が高いにもかかわらず、ミナシアンは、若手選手の育成に尽力したことから留任されました。ミナシアンは、オーナーのモレノ氏と、チーム社長のジョン・カルピノ氏からの、継続的な信頼と、サポートに感謝の意を表しました。彼は、モレノ氏からの信頼と、カルピノ氏からのサポートに、非常に感謝しています。 エンゼルスを協力で安定したチームに戻す計画を引き続き実行できることを楽しみにしていますと述べました。この決定に驚く人も多いです。というのも過去数年間チームは目立った補強がなく暗黒時代に陥っているからです。一部の人々はミナシアンが有能な GM ではないと考えていますが彼がオーナーに好かれているため引き続き留任するのではないかとも考えています。 ミナシアンの指導のもと、エンゼルスは、まだ一度もシーズンを勝ち越したことがなく、現在、デトロイトタイガース、最後にプレイオフに出場したのは、2014年とともに、最もプレイオフから遠ざかっているチームの一つです。昨シーズン、エンゼルスは、大谷の指導のもと、プレイオフ進出を目指し、トレードデッドラインで、積極的な補強を行いました。しかし、チームはその後苦戦し、プレイオフ進出どころか、シーズンを負け越して終了しました。 さらに、過去10年間でエンゼルスは、アメリカンリーグの MVP を5回、トラウトと大谷獲得していますが、プレイオフには進出できていません。中途半端な補強が、育成システムを弱体化させ、前世紀を過ぎた選手への巨額契約が、チームの柔軟性を欠如させました。多くの人々は、エンゼルスがミナシアンとの契約を延長した唯一の理由は、彼が安価で、他にこの仕事を引き受ける人がいなかったからだと指摘しています。エンゼルスの GM 職は、あまり人気がないようです。 優秀な GM は、よほどの好条件がない限り、キャリアを台無しにする可能性がある場所で、働きたがりません。この理由は、チーム内から漏れた情報によると、モレノが、代わりの GM を見つけられなかったか、または断られたことが明らかになると、さらに説得力を持ちます。トラウトの調子が下降し、怪我をしやすく、レンドンが巨額の契約で負担となっているため、誰も危機に瀕しているチームを引き受けたがらないでしょう。 ファンは、ミナシアンの契約が今シーズンで終了し、新しい GM の指導のもとでチームが変わることを期待しています。しかし、ミナシアンとの契約延長は多くの人々に失望を与え、現在の指導のもとではチームが変革することは難しいと考えています。一部の意見では、若手選手の成長は必ずしもミナシアンの功績ではなく、現在のオーナーと GM が続く限り、チームに明るい未来はないとされています。 彼らはチームには情熱がなく方向性が欠けており、これまでにない困難な状況に陥っていると考えています。しかし、ミナシアンとの契約延長に賛成する人々もおり、特にフィルネブインが引き続き監督を務めている状況では、その決定を支持しています。彼らはミナシアンを続投させることで、チームの安定性が維持されると考えていますが、同時に将来的に競争力を持つためには、大幅な改善が必要であることも認めています。全体的に、 ペリー・ミナシアンとの契約延長は、エンゼルスファンの間で多くの議論を引き起こしています。一方では、安定性と長期的な発展を維持するための正しい決定だと考えられています。しかし、他方では、これが誤った決定であり、チームの暗黒時代をさらに伸ばす可能性があると考えられています。これらの人々は、現在の指導体制の下では、エンゼルスの未来が良い方向に変わることは難しいと考えています。 エンゼルスの問題は GM だけではなく最大の責任はチームオーナーにあるとされています。ミナシアンの才能が目立たないとしても実際にはレンドンとの契約には関係なくその契約は彼が2020年に GM になる前に結ばれたものでした。彼は大谷を引き止めようとしましたが結果は思わしくなくイグレシアスと契約しました。 さらに、ミナシアンが、今週にすねると、モンゴメリーの獲得を提案した際、モレノがそれを拒否したため、彼は望んでいたように、チームを構築できませんでした。したがって、オーナーが変わらなければ、チームに変化はないでしょう。他のチームと比較して、エンゼルスの最大の制約は、選手ではなく、リーダーシップにあるとされています。NHK のドキュメンタリーで、 栗山氏が MLB の主要チーム、主に経営陣を訪問した際、これらのチームが選手やスタッフの必要性を徹底的に分析している様子が明らかになりました。有能なスタッフが他の場所に引き抜かれても、これらのチームは必要な知識を持ち続けており、成長を続けることができると自信を持っています。しかし、エンゼルスは依然として旧世代のオーナーの考え方に左右されているようです。栗山氏がエンゼルスを訪問する機会があれば、 この事実がさらに明らかになるかもしれませんが、それは時間の無駄に過ぎないため、実現しそうにありません。明らかなことは、彼らがファンに関心を持っておらず、チームを強化することが、彼らの優先事項ではないということです。たとえチームが最下位に沈んでいても、それは彼らにとって、何の影響もないようです。エンゼルスのオーナーの資金提供方法には、多くの欠陥があります。個人的な趣味や、金儲けを優先し、勝利するチームを作ることを重視しないオーナーのもとでは、 どんなに優れた GM や監督を招いてもチームは成功しません。モレノがレンドンを優遇するのはおそらく彼らが共に野球をビジネスの一部とみなしているからでしょう。高額な給与を受け取りながらモチベーションを欠いているレンドンのような選手にとってエンゼルスは天国のような場所かもしれません。若手選手がエンゼルスに残っても自己成長のための多くの機会は得られません。エンゼルスは基盤を築いたと言いますがそれは GM の功績ではなく選手たちの努力によるものです。 オホッピーは守備も攻撃も優れたリーグ屈指の保守の一人です。ジョイスがウィットジュニアに対して投げた球はトップピッチャーたちをも驚かせました。3球とも相手を空振りさせ反応させませんでした。エンゼルスにはそのような才能あふれる若手選手がいます。オホッピーのようなエンゼルスの若手選手たちはより良い環境のあるチームで成長する機会を得るでしょう。トラウトのような選手たちは年齢を重ねています。 このままでは、トラウトは、ポストシーズンに出場することなく、引退してしまうかもしれません。エンゼルスが再建を目指すなら、マイナーリーグの若手選手への待遇を改善すべきです。大谷がエンゼルスに残らなかったのは幸運でした。チームに残らないという決断のおかげで、大谷ハーリーグ本塁打王と、満票で MVP を獲得することができました。ご視聴いただき、ありがとうございました。コメント欄で、話を盛り上げてください。 他にも面白い情報を最新で知りたい方はチャンネル登録よろしくお願いします。